できますか？はい、できます。日本語を読むことができますか？いいえ、できません。どのくらい泳ぐことができますか？100メートルぐらい泳ぐことができます。どのくらい泳ぐことができますか？泳ぐことができません。お酒を飲むことができますか？はい、ビールを少し飲むことができます。お酒を飲むことができますか？いいえ、飲むことができません。インターネットでこのホテルを予約することができますか？はい、できますよ。インターネットでこのホテルを予約することができますか？いいえ、できません。6月に東京で桜を見ることができますか？いいえ、できません。4月に見ることができます。6月に東京で桜を見ることができますか？すみません。わかりません。何歳から結婚することができますか？ベトナムでは18歳から結婚することができます。何歳から結婚することができますか？日本では16歳から結婚することができます。趣味は何ですか？料理をすることです。趣味は何ですか？ギターを弾くことです。趣味は何ですか？本を読むことです。趣味は何ですか？日本語を勉強することです。趣味は何ですか？おいしいものをたくさん食べることです。趣味は何ですか？たくさん寝ることです。旅行の前に何をしますか？新しい服を買います。旅行の前に何をしますか？荷物を準備します。ずんもりへ来る前に何をしますか？宿題をします。ずんもりへ来る前に何をしますか？予習をします。いつ日本へ来ましたか？半年前に日本へ来ました。いつ日本へ来ましたか？2年前に日本へ来ました。